さあ皆さん、うちの親父殿になんかゾイドとかなかったっけっていう話をしてたら、こんなものが出てきました。これはデスザウラ来たー。そうそう、デスザウラでございます。ちなみにね、ちょっと塗装してるんですよ。これ食べたんですか？違う、これは食べてないから。ゴジラみたいな、まあモチーフは近いものがあるかな。そう、旧ゾイドですよ、デスザウラ様で。ちょっとゴジラスの頭がまだくっついてない状態ではありましたが、このように撮影しました。これデスザウラの方ですね。ジェノはまだで、まあこのように正面からの写真も、いやでかいですよね、でかいですよね。長い間放置してたんでホコリはかぶってますが、もうそれもまた遺跡から発掘した感を出せていて、逆にむしろいいんじゃないかなとすら思っておりました。でこれ箱もね、ちゃんとうちの親父殿が大切に取っておいてくださいました。ちょっとデスザウラーさんの箱をちょっとお見せしよう。はい、これですね。これうちの親父殿が大事に保管してくださいました。2000年の第2期のやつですな。そうそうそう、今東京 MX でやってるゾイド5のアニメが連載されていた頃に発売されたやつでございますね。デスザウラー恐竜型で、確かこれが4000円で買えたんだったかな。コトブキやブレードアーマーより横に広くして薄くしたような感じ。コトブキやブレードアーマー、中身がガチガチに詰まってて稼働して8000円ですけど、こっちは大きさを出すためなのか、中身そんなに詰まってはいないんですけど、迫力はある。大きさという意味では本当に迫力がある。デススティンガーは残念ながら僕魅力感じなかったから買わなかったな。ちょっと文字読めるほどの大きさにもならなかったけど、まああれね、こういうデータとか見れるのもいいわよね。これもね、この箱とももども売るとそれなりの値段になるのかな。売ったら、いや売らないけど、これ買えるかな、今も買えるかな。これおいくらだろう。16,280円。うわー、さすが細かい、高え。2万はいくかな、今だったら。他のゾイド、ジェノザウラーリパッケージバージョン、ライガーゼロイエーガー、デススティンガー EZ 版、シュトゥルムティランとか、こんなのもあるの。デスザウラーさんはありませんか。デスザウラーさんありませんでしょうか。ぜひとも、コトブキ屋さん、デスザウラーもぜひ。ちょっと待って、デスザウラーのコトブキやってないかな。デスザウラー、コトブキ屋、サジェストですら出てこない。待った、なんだこれ。待った、なんだこれは。え、なにこれ。ちょっと待って、なにこれ。ちっちゃ。いや、かわいいけど。かわいいけど。かわいいけどさ。かわいいけど、待って。何これ、ちょっとかわいい。ちょっと待って、なんだこれ。確かにかわいいけどさ。D スタイルデスザウラ、いやー確かにかわいいけど2200円。そうじゃないんだよな、そうじゃないんだよな。2000円は安いけど、2000円は安いけど、 D スタイルブランディデスザウラ、この武器屋さん、できればガチのデスザウラを、武器屋ゾイドマジで高えのよな。ウルトラザウルスとかどうなのよ。ウルトラザウルス2200円。いやだからさ、だからさ、 D スタイルってなんなの。ムンベイ乗ってる。いや可愛いけどさ、可愛いけどそうじゃないんだよな。それのブレードライガーもいます。ブレードライガー、昔のブレードライガー持ってる人だったらこのバージョンも欲しくなりそう。アニメでこれ出たらバン君出所しながら突撃しちゃうでしょうね。なんか違う。なんか違う。ゾイドに可愛さはちょっと求めてないかな。